砲は 155mm 榴弾砲 FH70 です。この火砲は陸上自衛隊に最も多く装備されている火砲であり、車両で牽引するだけではなく、ヘリコプターによる空輸が可能です。その火砲続いて中距離火力である迫撃砲対戦車誘導弾の射撃をご覧いただきます。左手をご覧ください。輸送ヘリコプター CH47 通称チヌークが 120mm 迫撃砲を投入してきました。 120mm 迫撃砲は車両で牽引したままチヌークに直線して投入することが可能であり、高速などにおいても到着後、速やかに展開し、火力を発揮することができます。ミッチーミルの様子をご覧ください。投入されてきました 120mm 迫撃砲は、通過連隊の重迫撃砲中隊などが装備するもので、搭乗人員は55名、航続距離は約 1000km であり、約 3000m の高度まで上昇することができます。福岡で表示された車両が牽引しているトレーラーに接載しているのが 81mm 迫撃砲。次に侵入してきた白で表示された車両が牽引しているのが 120mm 迫撃砲です。招待発射です。APC で侵入してきました。
を占領し、射撃準備を行います。 UAPC は機動性、高校防護力に優れ、射手、操縦士を含む10名が乗車でき、12.7mm 重機関銃または重機関銃前方赤のライン3秒間WAPC は油圧装置により開閉できる大きな後部ドアにより迅速な下車戦闘が可能です。下車した小銃小隊は展開した後、小銃および機関銃などの射撃準備を行います。あらゆる気象条件移動84ミリご反応砲リューダー A 艦クロノバイ3兵3兵次にマルヒト式系対戦車誘導弾2基と35ミリ機関砲を搭載しており、敵の装甲車などを撃破することができます。敵艦戦車で半分前装甲車紹介する。いいえ、全然大丈夫です戦闘ヘリコプター AH-64D 通称アパッチの射撃をご覧いただきます。まずコブラによる対戦車ミサイル等の射撃をご覧いただきます。 OH-6 が侵入してきました。コブラは20ミリ機関砲対戦車ミサイル、こちらコブラ3台の目線ですので対する目標3台の戦車発射に発射、対戦車ミサイルヘルファイア、ロケット弾および空対空ミサイルを搭載し、精密で強力な火力により主に装甲車両を撃破します。こちらアパッチ、ミドウェイ手前に装甲車確認、対する目標のミドウェイ手前装甲車発射発射、射撃をご覧いただきます。対応式戦車小隊内、1番が侵入してきました。1番は当初、台風の要請において射撃陣地を占領します。74式戦車は、抑圧式の戦車装置により地形に応じた射撃姿勢を取ることが可能です。
標は五の台左です。近距離の火力制圧が可能です。スクリーンでは、